今の人は経験がないから何も知らない。で、今まではね、野菜がね、大体2倍体って言ってね、プラスとマイナスの原子があって、人間の体と一緒なんですよね。今度は全部3倍体から4倍体なんです。3倍体と4倍体はどこが違うかというと、なんていうかね、もう、勢力、なんていうか、勢いが違うっていうの。この代わりに、ちょっと素人じゃ作れん。ね、こんなもの、例えば果物ですよ。植えますね。それでもう1年でこの部屋いっぱい入っちゃう。4倍体は。4倍体、はい、はい、3倍体じゃなくて4倍4倍体、体。4倍体、あ、これ以上、この代わりブドウでもこれ大きい。4倍体、1個。すごいね、4倍体、先生が作られるの？遺伝子を変えて。やっとる、作っとる。遺伝子を変えるの？変えちゃう。そうすると虫も病気も出る。まあ、そういう時代入っちゃう。ほんなら桁が違うんだね。ほんならあなたがどうた、あ、食べたら脳がびっくり超えて2つ割れる。割れるということはすごいよ、人間が。今の脳がね、動物と一緒でくっついちゃってる。くっついてあるから、うまいもん壊してうまいってこと言わんわけ。僕らでは4倍体は作れないの。いや、作るが難しい。生きるがいいから。勢いがいい。はい。どうやってはい、作っるてことはどういうことかというとね、はあ、この電気は2倍体なんですよ。ってことはプラスが1とプラスマイナスが1あるんです。ところが動力は3倍体なんですよ。ってことはプラスとマイナスがあって、また1つ余分にマイナスがある。これを3倍体って言うんですよ。こうするとね、どこが、2倍体と3倍体はね、例えばこれだとね、要するに馬力ですね、1馬力以上起こせんわけ、この2倍体ではね。ところが3倍体になると1000馬力でも1万馬力でも起こせるじゃんね。で、4倍体になるとまた桁が違うじゃんね。だから今ね、今で発電しとる、中部電力、関西電力、東京電力もね、全部4倍体なんですよ。4倍体でないと電気がタコついちゃう、起こすに。だから、蒸気の釜の中はね、大体が4000度の温度が上がるんですよ。普通蒸気って言うとね、大体150倍の上がるんだな。ほんと電気いくらも起こせるんですよね。そうすると4倍体っていうのはプラスとプラスとマイナスとマイナおどけちゃう。こんなもの植えてたよ。もう来年この部屋いっぱいあるでしょ。